に当たるんですね。それで、100回目の時にですね、ゲストをお招きしてお届けしたんですけども、今日も200回目の区切りのいい回ですので、ゲストをお招きしています。今ご紹介します。 T さんとお呼びしましょうか。どうぞ T さん。じゃあ T さんです。はい、私の、アナログレコード音楽仲間です。それで今日はですね、ゲストをお迎えしますので、 T さんに、レコードですね、紹介解説をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私が持ってきたのは、ユニートリスタンドのメールストロームのブースという作品です。レニトリスターの方はクールジャズの創始者としてやられていますが、で、リー・コニッツとか、モーカス・ケイトさんが輩出した、盲目のピアニストですね。で、さっきライナーを見て、びっくりしたが、ちょうど今年で、生誕100周年ということで、ちょっと200回記念にふさわしいみたいな、ふさわしいですね、いうところで、着きました。はい、ありがとうございます。はい、これはどういったレコードですか？レニートリスターノは有名なアルバムを2枚、出してたんですが、その後に、日本人のスタッフが、レニートリスターノの元に何回も加瀬さんして、ちょっともう一枚レコード出しましょうという、打ち合わせ等として、その末に、なされたので、この日本版がオリジナルの数です。で、1950年代から、60年代の、様々な演奏が収録されています。有名な横向きのこのトリトリスターノが、サイトリスターノ有名ですよね。ですね、はい、それで今日ご紹介いただくのは、ちょっと好きな、B 面1曲目の、ストレッチという曲をかけてみます。はい、わかりました。じゃあ今からおかけしますので、はい、お待ちください。
で、門下生も今おっしゃられるようにいますからね、いっぱい。だからリー・コニッツ、私のまあ少ない知識でいくと、今言われたアルトサックのリー・コニッツとか、あとそうですね、ジミー・ジュフリーとか、それもサックス奏者でいたりするんですけども、それでビリー・バウアーっていうギタリストがいて、なんかスパイス的にこの人を昔の聴くと入れたりしてるんですよね。それが非常にいい。こういったちょっと、先行っちゃってる人はギターを上手に入れるなっていうのが、だから日本の高柳雅之さんいますよね、フリーで、はい、あの人なんかも、あ、そうです、結構レニートリストランとかのことを文章で書いたりとか、はい、それはなんか読んだことがあります、はいはい、いや素晴らしいです。はい、それ以外 T さんはフリーかジャズの中では、そうですね、オデン・コールマンとか、はい、ちょっとヨーロッパの方だとデレック・ベリーとか、はいはい、好きですし、まあ、いわゆるメインストリームではなくて、まあ、そういう言い方も必要だけど、そうですね、メインストリームもいいものを聞いていきたいなと思います。はい、はいはい、ということで今日はゲストをお招きしました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。じゃあ皆さん次回もよろしくお願いします。ジャズはいいよ、ジャズはいいよ。